こんにちは、まるです。今日はね、お土産をたくさん売っている、上州物産館様にお邪魔しております。ちょっとね、今日はね、湯の花まんじゅうを作ってるということだったので、おまんじゅう屋さんの方に行って、どのようにね、おまんじゅうが作られるかっていうのをちょっと見学していきたいと思います。ここはね、製造過程が、窓越しからね、ガラス越しで見れるということです。ということなので、一体どうやってあの美味しいまんじゅう作るのか、僕ちょっとね見ていきたいと思います。